皆さんどうもこんにちは、オタ部屋へようこそ。管理人のシアでーす。スキンケア紹介、大変お待たせいたしました。やっとですね、皆さんにお伝えできるかなっていうところまでですね、自分なりのスキンケアが固まってまいりましたので、やっとここで満を持して動画にしていこうかなと思います。今回はですね、本当にスキンケアだけをご紹介していくんですけれども、最初にいくつか前置きをしておきたいと思います。まず一つ目ですね、スキンケアというものはですね、本当人によって合う合わないが激しく出てしまいますので、コスメのメイク用品とかとは比にならないぐらいですね、肌にダイレクトに合わなかった場合は出てきてしまいますので、それを踏まえた上で真似してみようと思う方は参考にしてください。本当にね、十人十色です。私もね、幾度となく人気 YouTuber さんのおすすめのクレンジングを試しては失敗しみたいなことを繰り返してまいりましたので、結局はね、自分の肌に合ったものと出会うまでは、まあ長きにわたる戦いかなと思うんですけれども、でもここで大事なポイント、これ二つ目の前置きなんですけれども、大事なのは使うものではなくって使い方だと思うんですよね。なので私今回ですね、自分で家で使っているものと、あと実家で家族が使っているものと、あともう一つ全く別のものと、で3つでね、同じやり方で、ただ使うものが3つ全部バラバラっていう感じでですね、ちょっと試してみました。その結果、敏感肌な私でも結構ね、あ、どれもいいかもしれない、結局このやり方が一番いいかもしれないっていうものにたどり着きましたので、今回は私が普段家で使っている商品を使いながら、使い方をメインでお伝えしていこうかなと思います。あとなんか話すことあったかな。なんか他にもね、ちょっと言いたいことがあったような気がしたんですけれども、ちょっと出てこないので、思い出し次第ちょっと伝えていこうかなと思います。でね、もう今ね、銀魂のカムイくんの格好をこの間ね、メイク動画上がったと思いますけれどもしているんですが、ここからどん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 すっぴんにね、ブスになっていくので、画面には要注意ということで、あしからずお願いいたします。それじゃあ早速やっていきましょう。はい、ということで洗面所に移動してきました。本邦初公開で生活感のある洗面所で申し訳ないんですけれども、でですね、衣装もちょっと腕がまくれない衣装だったので、ヒートテックでやっていこうかなと思います。はい、ということでですね、早速じゃあもうウィッグを取っていこうかなと思います。もうここからはね、もうすでにこっから下カムイくんじゃないですけど、完全にカムイくんじゃなくなるのでご了承ください。テープもね、外します。で、あとカラコンも取るんですけど、カラコンはいつもこういう100均のコンタクトケースに保存しております。コンタクトの保存液はですね、こちらメニコンのエピカというソフトレンズ用の保存液を使っております。洗浄もすすぎも消毒も保存液もこれ1本で大丈夫ってやつですね。はい、そしたらですね、ここからやっとスキンケアに入っていくんですけれども、まずはクレンジングですね。今私が使っているのはこちら、シュウエムラのフレッシュクリア桜クレンジングオイル、桜の香りっていうやつですね。こんなやつ、これはね、完全に友達に誕生日プレゼントでもらったやつなので、普段自分では絶対に買いません。なので全然市販のオイルでもいいですし、私の実家に置いてあったのはこういう丸いですね、丸いっていうか普通のバームみたいな入れ物にクリームが入ってるやつで、塗ったらオイルになるやつとか、もともとオイリーなクリームのクレンジング、ビオレのやつとかね、とかで試したので、全然シュウエムラさんとかじゃなくてもビオレでも全然大丈夫です。いつもは私お風呂で全部やっちゃうので、もしお風呂で同じやり方を試したいっていう方はですね、顔も手も濡れてない状態でやってほしいんですけど、まずはお顔全体に濡れる程度の量を出して、で馴染ませていきます。はい、
こんな感じで、もうね、すぐにメイクが落ちます。どのくらいでメイクがするって落ちるかは、そのクレンジングオイルとかのバームとかのスペックによるとは思うんですけれども、まあ一回でこれぐらいね、落ちるやつもあれば、ちょっと置いとかないといけないやつもあると思います。そこは商品のスペックによるので、置く時間は合わせてあげてほしいんですけど、これができたら、ここでね、ティッシュオフしたりとか、あとは洗顔したりとかするんではなくって、手をね、一回ぬるま湯で濡らします。はい。ぬるま湯で濡らしました。そしたらもう一回、そのままオイルをなじませていきます。こうすることで、オイルが乳化してですね、より汚れを落としてくれます。この今ね、ちょっと白くなっていってると思うんですけれども、この白いのが乳化です。これね、IKKOさんも言ってたんですけど、クレンジングとか、こういう石鹸とかで、乳化する段階で汚れを落とそうとする作用が働くらしいんですよ。なので、ただオイルを塗って、こう表面上のメイクを落とすだけだと十分に毛穴まで落ちないらしいです。で、先ほどですね、ぬるま湯って言ったのは、冷たい水だとね、毛穴が閉まっちゃうので、汚れを閉じ込めたまんま、結局落ちないんですよ。なのでできるだけね、私はお風呂でやるようにしてます。あったかい環境で、毛穴が開くようにね、してます。こういう小鼻とか、この溝ですね、は入念にくるくるしてあげてください。で、これがもし、オイル系持ってないよっていう方はですね、クリームタイプの、通常だったら泡立ててやるやつ。でも全然大丈夫です。大丈夫なんですけど、夜こうやってメイクを落とすときは、あえて泡立てるんじゃなくて、こう、お湯と一緒に混ぜるだけ、全然クリームの状態のままやってあげて、工程はオイルと一緒。こうやって乳化するっていうのはですね、何回か繰り返すっていうのですね。同じようにやってあげてみてください。泡もね、泡になる過程で汚れを落とそうとするんですって。だから、完全な泡にしちゃうと、もうね、汚れをしっかりと落とそうとする力が出し切った後だそうなんですよ。夜のこういうメイクを落としたりとか、一日の汚れを落とす作業っていうのはですね、しっかりと落としてあげたいので、泡にするよりも、泡になる前の段階の状態で、ひたすら乳化させてあげるっていうのがいいらしいです。私も実際やってみて、もうね、わかるんですよ。この辺とか、汚れが、こう、つぶつぶが、ちょっと汚い話ですけど、垂れてくのが、すごい手でわかるので、何日か、スキンケアを怠ってしまってる方とかだと、結構実感しやすいかもしれない。これが、もう、オイルのヌルヌル感がなくなるまでやります。はい。で、何回かできたら、お湯で軽く落とします。はい。で、なんとなくオイルを落とせましたら、こちら。ラクトデュー SE ウォッシングっていう洗顔料ですね。これもね、ヤクルトビューティーズっていう、ビューティーンズっていうヤクルトの商品なんですけれども、ダブル洗顔なしで大丈夫なクレンジングを使ってる方は、全然この過程はやらなくて大丈夫だと思います。私は今これをたまたま使ってるから、これをご紹介しますけれども、全然ビオレとか肌ラボとか何でもいいと思います。じゃあね、ダブル洗顔が必要な場合は、こういうウォッシングでですね、さっとオイルをきれいに落としてあげましょう。最初のオイルが、こういうクリームタイプの方はですね、本当にもうこんなん、泡にしなくってもこれぐらいで大丈夫です。これは、私はウォッシングなので、もう簡単にお顔全体に塗って落とすだけっていう感じですね。はい、洗顔ができましたら、ティッシュで拭きます。まあ、今や常識みたいなところあるのかもしれないですけれども、タオルでは絶対に拭かない方がいいです。タオルで拭いちゃうとですね、余計な摩擦が起こって肌が傷んでしまうっていうのと、どれだけ目に見えなくっても、繊維のホコリがついてしまうので、肌荒れの原因になってしまいます。もうめちゃくちゃ敏感肌なんだっていう方はですね、コットンに化粧水を吹きかけて、こうやって拭いてあげるのがいいらしいです。はい。で、ここまでできましたら、次は化粧水ですね。こちら、肌ラボ薬用ホワイトニング化粧水。
白順ってやつですね。これもね、なんか2種類ずつあるみたいで、潤いというかしっとりタイプとサラサラタイプみたいなのがあって、私はサラサラタイプにしてます。これのね、金色バージョンの極純プレミアムっていうのを前までは使ってたんですけど、こういう極純とか使うと肌がもっちもちになるのかなって思ったら、私はね、こういう濃くてトロトロしてるやつは逆にニキビが増えてしまいました。なので私はこういうサラサラのものを使っております。今のところ特に肌問題とかもないので、これを使ってるっていう感じですね。これをお肌全体になじませていきます。首とかもね、しっかりと塗りたくります。で、パックをしないときはこれもう一回塗ったりとかします。私はで、パックをするときはこの上から毎日メイクのときに紹介したシカパックですね。ちょっと今取り出せないところにあるから紹介ができないかも。こういうのでもいいと思う。これもね、友達に誕生日にもらったやつで、多分ね、同じシカ成分の入ったパックなんだけど、毎日メイクで紹介したやつとは多分ね違うメーカーなんですよね。こっちの方がね、気持ちいいトロッとしてたから、これよりも私は箱の方が肌の相性が良かったです。まあでもパックとかもね、結構差し入れでもらったりとかするので、もう本当の大事な撮影の前日とかじゃなければ適当に貼ったりとかしてます。今回はね、もう化粧水を2回塗るだけで終わろうかなと思います。でね、結構敏感肌の人にはやってほしいんですけど、アルコール強めなやつあると思うんですよ。化粧水でこう塗ってみて、肌がちょっとピリッとするなみたいな、刺激を感じるなみたいな時は大体アルコールが多かったりするんですけど、そういう時は手に垂らした後にこうやって叩いてですね、アルコールを飛ばすといいです。そうすると気持ちマシになるって IKKO さんが言ってました。で、化粧水とかクレンジングもそうなんですけど、手と肌で摩擦が感じる時はですね、引きずっちゃダメです。もう本当に水分でこうスルスル滑る時だけこすって大丈夫。なので水分がなくなってもちもちし始めたら、あんまり触らないようにしてます。で、最後、化粧水またはパックが終わったら、ラクトデュー SE ミルクっていう、これもヤクルトの乳液なんですけど、これも全然お手持ちの乳液で大丈夫です。これを1回ちょっとぐらいのプッシュですね、くらい出して、顔全体に広げて滑りを良くして広げるっていう感じですね。はい、こんな感じでスキンケアの終了です。こんな感じで私はいつもスキンケアをしております。で、ちなみにね、私朝の洗顔はこちらを使っております。ビオレのスキンケア洗顔料のピンク色のやつですね。なんかこれめっちゃ種類があって、私は毛穴汚れとか角質汚れを落としたかったのでピンクにしたんですけれども、何でもいいと思います。はい、というわけでですね、定位置に戻ってきましたけれども、いくつか補足があるのでお伝えしておこうと思います。まず1つ目、パックですね。毎日メイクや、さっきも紹介したかもしれないんですけれども、おすすめはこの VT シカデイリースージングマスクですね。これは液がすごいサラサラしていて、で、私部分的に脂性肌で、で、あと乾燥肌だと思うんですよ。なのでかわかんないんですけれども、このよく油が出る部分はとろみのあるパックをつけるとすぐにニキビになってしまうんですね。乾燥するこういう平面だったらいいんですけど、なのでこういうサラサラのパックの方が私は合うので使っております。逆にオール乾燥肌っていう方はですね、こってり系のパックでも全然 OK だと思うので、いろんなものを試してみてください。でですね、このパック推奨時間がね、10分から15分ってなってるんですけれども、15分マックスでつけるとパック自体が乾燥してきてしまうんですよ。で、この乾燥してきてしまうと、一見ね、全部の成分が肌に入り切ったんだって思うかもしれないですけれども、逆でパックが乾燥してきてしまうと、そこに肌に入っていったはずの液だったりとか成分が今度はパックに乾燥わかめと一緒で全部吸い取られていってしまうんですね。なのでパックを貼るときには推奨時間よりも 2,3 分早めに取った方がいいです。で、またですね、こういうダイソーさんの商品で、うるおいシリコーンマスク 3D っていう商品なんですけれども、こういうシリコーンマスクを上からつけると、マスク自体の乾燥も防げますし、あと、パックをしたまんまドライヤーを使ったりとか、そういうこともできますので、これすごいおすすめです。110円でね、手に入るので、ぜひ、これ一つ、皆さん買ってみてください。もう有名すぎてね、みんな持ってるかもしれないですけど、改めておすすめしておきます。私はこれもう2台目です。はい。補足2つ
目、脂性肌か乾燥肌かについてなんですけれども、普段ね乾燥するような気もするんだけど、でもすごい油分が出てくるっていう方、それはですね、肌ってね乾燥すると自分から油分を出してこう潤わせようとする作用が働くんですって。なので一見オイリー肌に感じても、それは実は乾燥しすぎて油分が出ているだけかもしれないので、一度ね1週間でもいいですから、こうしっかりとスキンケアをやってみて、でそれでも油分が多いなとか、こうしっかりと保湿されてるはずなのにこうオイリーになってニキビがいっぱいできるとか、そういうのいろいろ見つかると思うので、一旦ね1週間はしっかりとしたスキンケアをやってみてください。それによって使うパックだったり、クレンジングだったり、クレンジングの後のスキンケアだったり、やり方とか使うものが変わってくると思うので、ぜひそれを知るのはね重要だと思います。で3つ目、今日やったのは夜のスキンケアなんですけれども、朝のスキンケアはまた全然違います。さっきはねすごくクレンジングやって、ウォッシングやって、で化粧水やって、パックやって、乳液みたいな、でまあ必要であればこう保湿クリームとかも塗ったりとかしてもいいと思うんですけど、それだけたくさん段階があったと思うんですけれども、朝は夜にそれだけやってきたスキンケアを一旦オフするっていうのをテーマにやるといいと思います。夜にねそれだけパックとかやったので洗い流すのもったいないかもしれないんですけれども、でもね寝てる間に顔に枕とか布団のホコリがついたりとか、もうスキンケア自体が酸化してしまって油分に変わっていってたりとかっていう風にするので、朝はですねさっぱりと泡洗顔とかでね一回さっと洗って、で化粧水を軽めに入れて、乳液もし必要であれば少量ね薄く塗ってあげて、でメイクの前にティッシュオフしてからメイクをするっていう風なですね、すごく短い工程でしてあげるといいです。で4つ目、これだけね夜のスキンケア工程が多いと思いますけれども、合う合わないが冒頭でも言った通りございます。でですね、もうどうやっても肌が荒れる、何を使っても肌が荒れるっていう方は、一旦ですね2週間ほど肌断食をしてみてください。肌断食っていうのはクレンジング、ウォッシングが終わった後、化粧水とかパックとか何にもしないっていう期間を2週間作るっていうことです。なので普段メイクしてもいいですし、それをクレンジングでしっかりと落とせさえするんであれば全然メイク OK で、化粧水とかは何も使わないっていう、もう乾燥しようが何しようが2週間放置っていう期間をですね作ってあげます。そうするとだんだんね乾燥がひどくなってくる方もいれば、ニキビができる人もいればっていう症状が様々だとは思うんですけれども、あのね肌が自分でそれを治そうとする力がね戻ってくるんですよ。これだけ外からのアプローチで肌を良くしようとするイコール肌が自分で綺麗にしようとする力がだんだん弱まってきちゃうんですね。肌がサボってきちゃうんですよ。なので一番のそもそものベースは肌自身が自分自身の力でこう肌トラブルを改善しようとする力が一番必要なので、それを思い出させるためにも2週間は肌断食をしてあげてください。でもそれ以上やるとね、もうどんどん肌の力だけでは補いきれない肌荒れだったりとか、乾燥だったりとかっていう部分が出てきてしまうので、2週間だけで大丈夫。2週間終わったらまた同じようにスキンケアをしてあげてみてください。例えばクレンジングとかウォッシング、化粧水、パック、乳液、保湿クリームなどなど、こんだけ種類使ってたらどれか一つはね自分に合わないものが出てくると思うんですよ。それがもし肌断食の前と後で肌質が改善された場合だったら、スキンケアの方が何かいらないものが含まれてたりとか、自分に合わないものが含まれてる可能性が高いですよね。逆に肌断食を始めた後の方がよりひどくなったっていうことであれば、クレンジングかウォッシングが悪い、もしくはもう圧倒的に自己再生能力が足りなくって、化粧水とかでバックアップしてあげないと持たないぐらい敏感肌かっていう感じでですね、原因が絞れるんですよ。でもずっと同じスキンケアをしてると何が悪いのかも分かんないし、ただただ自分は肌が弱いんだしか分かんないですよね。なのでそういう風に肌断食をして何が悪かったのかっていう原因を突き止めるっていうね、これが一番大切だと思います。で最後5つ目なんですけれども、これだけスキンケアとか言ってきましたけれども、一番大切なのはクレンジングです。どれ
だけ毛穴の汚れだったりとか角栓を落とせてるかが問題になってきます。適当なねクレンジングで全然毛穴とかも詰まったままなのに化粧水をしたってその汚れが邪魔で全然成分が入っていかないんですよ。なので肌トラブルやメイクのりの悩みを解決する一番の近道はクレンジングです。汚れで栓をしている状態じゃなくて汚れがないところにパックだったり化粧水の成分を入れてあげてください。そうするとですねちゃんと効果が実感できると思いますし多分ね触ってわかると思うんですよ。この辺ゴツゴツしてる日って絶対メイクのり良くないんですよ。でもこの辺つるっとしてる時とかって汚れが詰まってないっていうことなのであれいつもよりメイク浮かないなーっていう日が中にはあると思います。それはちゃんとクレンジングができている証拠っていうことなのでその肌断食の2週間特にクレンジングが重要になってきますのでスキンケアよりもクレンジングを研究してあげてください。ということで私的スキンケアの解説でした。こんな美容系でもなければメイク系でもないオタク系の YouTuber にね何を言われたって信憑性がもしかしたらないかもしれないんですけれども私はね実際にこのやり方を見つけてで実際に何週間か試してでも今までいろんなやり方試してきたんですけれどもこれが一番ね肌トラブルの改善の実感ができましたし実際にね良くなってきてるんですよ。本当にめちゃくちゃ悪くて浮きまくってた頃と比べると本当にね良くなってきたのでぜひぜひもう何してもダメなんだっていう方はですねやってみるのはただですからお手持ちのクレンジングだったりスキンケアで全然できるのでこの方法だけでもぜひぜひ試してみてください。ということでここまで見てくださってありがとうございました。また次回の動画も楽しみにしてくださると嬉しいです。シェアでした。バイバーイ。